これは私が部活をしていた時にとんでもないヤンキーに出会ったお話です。あー、全然シュート入らないな。シュートフォームが悪いのかな。ああ、マジ授業だるかったわ。家帰っても母ちゃんが勉強しろしろうるせえしな。バスケで時間潰すか。あれって確かぼっちで有名なヤンキーよっちくん。ああ、全然シュート入んねえわ。あ？てめえ、何ガンつけちゃってんの？いや、なんでもないです。まあちょうどいいわ。お前俺とバスケしろよ。え？聞こえなかったのか？俺とバスケしろっつってんでバロ。はい。私は仕方なくヤンキーヨッチとバスケをすることになった。やった、入った。これで私の勝ちですよね。今のなし。え、なんでですか？あ？俺がなしって言ったらなしなんでバロ。すいません。よし、じゃあもう一回。え、まだやるんですか？当たり前だよ。おめえこれで終われると思ったんな。俺が勝つまでやるかんね。その後もバスケ対決は続いたのですが、あまりにもよっちくんが弱く連勝してしまい、ついには、ああ、もうやめた。バスケなんかやめた。なんだよバスケって。クソつまんねえ。っていうか、おめえバスケ部だよな。なんで手書きにしねえんだよ。ん？おめえ、おい、俺を誰だと思ってんだってやめえ、この野郎。舐めてんのか？ちょっと、やめてください。ああ、ムカつくな。ああ、とうとうですか。俺の必殺、アルティメットマグナムファンタスティックファイヤーローリングサンダーナックルアームパンチ。お見舞いしてやんよ。ああ、もうダメだ。殴られる。そう思った時でした。おい、母ちゃん！うわ、なんで母ちゃんこんなとこに。おめえの帰りは遅いから学校まで来たんだろうが。おめえの手伝いまでしてなーにバスケしてんねん。セラクソは。あ、おめえ生意気な口聞きなんたら名刺自分で作るなってやるんや。わかるぞ。なんだかよくわかりませんが、こうしてヤンキーは家に帰らされましたとさ。これは私が部活の時に出会った自分の息子に過保護すぎるお母さんのお話です。はい、私の勝ち。まだまだだね、よっちは。いっちゃん強いな。僕なんか全然だよ。よっちよ、あなた大丈夫？あ、大変。ここ擦り傷できてるじゃない。ママ、大丈夫。あ、ほんとだ。でも、こんなのへちゃらさ。大丈夫、大丈夫、僕は大丈夫だから。ダメよ、ちゃんと消毒しなきゃ。バイ菌が入ったら大変なことになるわよ。あー、ごめんなさいね。あなたは確か、え、いや、りっちゃんです。あら、ごめんなさいね。私、人の顔が覚えられなくて。あ、いえいえいえ。あ、でも今練習中なので、ちょっとコートに入られるのは。あら、そんなこと言ったって、うちの息子が怪我してるんだからしょうがないじゃない。ねえ、よちよ。ママは優しいね。あら、やちよったら、ママ嬉しいわ。じゃあ、コートの端で見てるから転ばないようにね。うん。りっちゃんさん、よちおは体が弱いんだから手加減してやってね。お願いよ。いや、絶対私より体強いと思うんだけど。じゃあ、りっちゃん、よろしくね。いろいろ突っ込みたい気持ちを抑え、よちおと練習を続けることになりました。
出てんの？そんなんじゃ大会ですぐやられちゃうよ。ごめんね、りっちゃん。ほら、まだまだやるから、立って立って。よちよ。ママ。よちよ、大丈夫？うん。りっちゃん、これはやりすぎよ。こんなの、もう練習でもなんでもないわ。ただの体罰よ。ママ、大丈夫だよ。僕はへっちゃうさ。うん。あなた何を言ってるの？これは練習じゃなくて、ただの嫌がらせよ。え？いや、バレーボールの練習だけど。いいえ、違います。私ずっと見てましたけど、こんなの練習じゃございません。あなたのストレス発散に予兆を巻き込まないでください。りっちゃん、僕のことそんな風に思ってたの？先生はどこ？あなたのしたこと全て上に報告させてもらいますからね。ひでえよ。もう私の怒りは限界を迎えました。部活来なくていいよ。いきなり何よ。もしかして逆ギレ？体罰？たったの5分も練習してませんけど。それにな、おめえ、よちよ、おめえは堅いのに何よよよしいこと言ってんだよ。いや、だってだってじゃねえよ。おめえそのままじゃ男として成長できねえぞ。いいのか？僕、強くなりたい。よちよ、あなたは体が弱いんだから、こんな野蛮な挑発に乗っちゃいけません。ママは黙っててよ。僕強くなりたいんだ。いや、俺は強くなりたいんだ。だからりっちゃんに強くしてもらうんだ。だからもう部活来なくていいから、ママ。そんなりっちゃん、ごめんね。俺強い男になるよ。よし、よく言った。じゃあレジつけよっか。こうして予兆は強くなり、バレーボールではなく空手の日本一になりました。これは私が体験した悪魔のような出来事のお話です。はい、次ヤンキャスト。ねえ、めぐみちゃん、なんかさ、最近よっち先生めっちゃ張り切ってない？なんかいいことあったのかな。なんか噂によると、なる先生といい感じらしいよ。うわー、毎日楽しくて仕方ないだろうな。ねー、あ、いいこと思いついた。何？よし、次の練習行くぞ。おい、おい、そこの女子二人触ってんじゃねえよ。練習行くぞ。はい、今行きます。じゃあ、さっき言った感じでね。わかった。ねえ先生。うん、どうした松本。私レシーブがうまくできなくて、ご教授願えますか？レシーブ、お前レシーブできんだろ。まあいいわ。レシーブっていうのはな、これを、私言葉だけじゃ分かんない。もっと手取り足取り教えてくれないと梨紗子分かんないな。うっ仕方ないやつだな。まあ、手を貸してみろ。これはレシーブってのはこうやって、こう、分かった？この三角形を作ってこうやるんだ。分かったな？ボールがここに来るから。分かったな？あ？分かったか？先生、ありがとうございました。うん。とびちゃん、とびちゃん、やってきたよ。見てた。じゃあ次はうちが行くね。うん、あいつカモだから余裕。頑張って。よっち先生。おー、どうした？どう見た？私、トスのやり方がちょっと分かんなくって、教えてもらえないかなって思って。トスか、うん、トスっていうのはな、こうやって手のひらで。先生、そんなんじゃ分かんないです。ちゃんと私の手を掴んで教えてくれないと。それはちょっとお前まずいだろ。だってそうしないと私分かんないですよ。仕方ないな。トスっていうのはな、手のひらでこう三角、まあ、おにぎりさんだな、おにぎりさんを作って。よし、トスっていうのはこんな感じだ。分かったか？どう見た？どうした？どう見た？ちょっと先生、何してんですか？ドミちゃん泣かせて。いや、俺は何もやってない。ドミちゃん、先生に何かされたの？先生に無理やり手を掴まれて。何ですか？女子生徒の手を無理やり掴むなんて。この変態が。違う、ドミちゃんが手を使って教えてくださいって言ったから俺は教えただけなんだ。それは誰がいつどこで地球が何回回った時に言ったんですか？言ってないですよね。
ボイスレコーダーとかで録音してたんですか？してないですよね。どう責任取ってくれるんですか？いやいやいや、責任って言われても俺は何もしていない。これを親に報告されるの嫌ですよね。いやいや、何を言ってるんだ。だったら慰謝料1万円それ払ってくれたら許してやるよ。慰謝料だなんて。払えないんだったら親に言うしかないですよね。ねえ、ドミちゃん。まんまと女子生徒にはめられ、俺の人生はここまでなのか、そう思った時でした。ほーい、ストップ、そこまでだ君たち。校長先生。校長先生、全て見ていましたよ、君たちの企み全て。企みって、私たちは先生の変態指導の被害者ですよ。そうだそうだ。黙りなさい。先生に自分から手を握らせておいて何を言っているんですか。校長先生、今日はこのまま場を収めさせてもらいます。よろしいですね。あ、わかりました。行こう、トミちゃん。校長先生、ありがとうございます。君も気をつけたまえ、頑張って。はい。私はそれからボイスレコーダーを持ち歩くようになりました。